はい、福岡市で唯一の慢性腰痛専門整体院復活副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントやアイデアを腰痛で悩んでいらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、皆さんアンケート答えていただいてありがとうございました。はい、まだですね50件ぐらいいただいて今こう見るのにちょっと必死なんですけど、まあ、その中からですねまず一つお答えさせていただければと思ってます。はい、今日はですね膝の外側の痛みですね、走ってる時だったりとか、あるいはですね長時間歩いてると膝の外側が痛くなってくるっていう症状ですね、まあ、いわゆるランナー膝っていうものだったりとか、まあ、長径靭帯炎ですね、長径靭帯炎って言われるところですね。はい、皆さんもですねそういった経験あると思うんですけど、じゃあそれに対して何をやられてますでしょうか。はい、まあ、電気だったりとかアイシングだったりとか、まあ、あるいはマッサージだったりとかされてると思うんですけど、それでは正直意味がないです。はい、意味がないです。まあ、どういうことかっていうと、長径靭帯炎になったからって言ってその膝の外側に原因があることはないんですよね。痛くなった結果論ですね、結果論として膝が痛くなっているだけであって、その原因を作っているのは膝以外にあることの方が多いです。じゃあどこにあるのかっていうと、はい、股関節に問題がある人が非常に多いですね。非常に多いです。こう走っている時にですね、こうまず膝が痛い人の特徴として、膝に負担がかかりすぎているような方がものすごく多いです。ものすごく多い。どういうことかっていうとですね、はい、こう走ってるわけじゃないですか、こうやって。でその時に皆さんですね、骨盤がですねこういう風にいって、重心が後ろに行ってる状態でこう走ってる状態が多いんですけど、こうするとものすごくこの膝自体に負担がかかってくるんですよ。でも実際は走る時って膝に負担をかけるんじゃなくて、股関節にしっかり体重がかかっておかないといけないんですよね。でこういう風に走っていることによって、走れるわけなんですけど、どうしてもですね股関節が何かしらの筋肉がですね硬くなりすぎてる、いわゆる弛緩できない、緩まない状態ですね、いらない力が入りすぎてしまうと、股関節がですねこういう風に持っていってしまって、これによって走ってるから膝に負担がかかってきてしまって外側が痛いっていうことがよく起きてます。はい、でそれに対して筋力トレーニングとかじゃなくてですね、何をしないといけないのかっていうと、まあ、先ほど言ったように筋肉を柔らかくしてあげることが必要になってきます。筋肉を柔らかくですね。はい、でじゃあどこの筋肉を柔らかくすればいいのかっていうと、これは大腿筋膜張筋ですね。大腿筋膜張筋、まあ、これどこにあるのかっていうと、はい、こちらですね。はい、今青く光ってると思うんですけど、こちらが大腿筋膜張筋ですね。はい、ここの筋肉ですね、ここの筋肉が長径靭帯といって、ここの膝の横ですね、ここまでつながってます。要はですね、この部分、この長径靭帯とこの骨のところがこう擦りすぎや、摩擦が起こりすぎてしまって炎症が起きている状態が、長径靭帯炎、あるいはランナー膝っていうふうに言われてます。まあ、要はここに炎症が起きている状態ですね。なのでここが擦れることによって、痛みが出てきているわけなんですけど、まあ、先ほど言ったようにここを炎症を起こしてしまうような原因を作ってしまったのはこっちなんですよ。こっち長径靭帯じゃなかった、ごめんなさい、大腿筋膜張筋なんですね。先ほども言ったように膝って走るときは股関節に体重がしっかり乗っとかないといけないです。股関節に体重が乗っとかないといけないんですけど、この長径靭帯が硬くなってきてしまう、いわゆる弛緩ができなくなってくると骨盤を前傾、こういうふうに持ってきてしまいます。このように持ってきて腰をですね、こう反りながら走るような方がいらっしゃるんですけど、そうするとどうしてもですね、この膝に負担がかかりすぎてしまうってことが起きて、結局ランナー膝だったりとか、歩いてる時に外側が痛くなってきますってことが起きてきますので、この長径靭帯をですね、ごめんなさい、大腿筋膜張筋をですね柔らかくしてあげることっていうのが大事になってきますので、その方法っていうのをお伝えできればと思います。はい、で今からですね2つのやり方をお伝えしていきますので、ぜひ一緒にやっていただきたいんですけど、まあ、あなたが仮に左の方が痛いっていうふうに仮定しましょう。左のこの外側が痛いってことであればですね、はい、まあ、この辺りちょうど膝見えるかな、ちょっとズームしますね。はい、この膝のですね、ここのポコッとしてる骨、
からちょっと上の方ですね、ちょっと上の方のこの辺りに長径靭帯というのはこう走ってきてますので、ちょうどこの辺りがですねおそらく痛いと思います。まあ押して痛い方もいらっしゃると思うんですけど、まずはですねこことここのこの骨と、靭帯ですね、そこが癒着っていってくっついちゃってるような感じなので、それをまず剥がしていくことっていうのをやっていきます。でやり方は、まあ、親指でいいので親指ですね、親指でさっきの痛いところをまずしっかり押さえてあげてください。これが弱すぎてもダメですし強すぎてもダメなんですけど、ちょっと痛いなと思うぐらいですね、しっかり捉えてあげるっていう感じ、こうグーッと押すんじゃなくてしっかり捉えてあげる感じですね、はい。でその状態が得られたら、この状態でですね膝を曲げ伸ばししていきます。多分痛い方はかなり痛いと思うんですけど、ちょっと我慢してあげて10回ぐらい曲げ伸ばしをしてあげてください。はい、要はここの癒着を剥がしていくような感じですね、はい、曲げ伸ばしをしていきます。で痛みが強い人はですね、あごめんなさい、痛みの範囲が広い人はですね、その上だったりとかっていうのを同じように押さえて、はい、こういう風にして癒着を取っていきます、はい、っていうのを10回ほどしていただくとですね、ここのですね痛みっていうのが歩いた時とかが楽になるんじゃないかなと思いますので、まずこれを一つやってほしいのと、プラスじゃあなんでここが癒着してしまったのかっていうと、さっき言ったこの大腿筋膜張筋ですね、この部分が硬くなってしまってるので、これが緩むようにですね今からストレッチっていうのを、やっていければと思います。はい、でやり方はですね、はい、まずですね、そう痛い方、左が痛いのであれば左の足をこういう風にポンと置きます。で、股関節をですね、外側、まあ、つま先を外側に向けるような感じですね、はい、こうあったら、こうあったらこっち方向、はい、こっち方向ですね。で、こういう風に持っていってもらったら、ここからですね、体を前の方に、前の方ですね、腰をこう曲げていくっていうよりも骨盤からお辞儀していくような感じ、骨盤からこういう風にお辞儀していくような感じですね。その時にこの膝が曲がってしまったりとかするとあんまり意味がないので、しっかり膝を伸ばしてなおかつ倒した状態ですね。で体をですね前の方に骨盤からぐーっと近づけていきます、まあ、この状態でだいたいですね、20秒ぐらい深呼吸をしながら息を吐いて伸ばしていきます。この横を伸ばすような感じですね、はい。で伸ばしていたら、伸ばしていただいたらさらに伸ばしていただき、効果を高めていくためにですね、左の人は右手ですね、左の人は右手をこういう風にこっち側の足に置いてください、はい。でこの状態で手をですね膝の方向から足首に向かってグーってこういう風にグーって伸ばしてあげてください。そうするとなおですねこの横が伸びる感じがあるんじゃないかなと思いますので、まあ、この状態をですね20秒から30秒続けていただくって形ですね、はい。で次は反対、左右側の人はこっちをこういう風に曲げてもらって、この状態でまず20秒から30秒、でその後こういう風にですね今度は左手を乗せてぐーっと前に倒していって、ここを伸ばしていくって形になります、はい。っていう感じでまず癒着が起きて炎症が起きている部分を一つ、剥がしていくことですね。でそれプラスその癒着を作ってしまった長径靭帯をしっかり治療してあげないと、根本の治療にならないので、ぜひ今のやつをやっていただければと思います、はい。で、これはですねあくまでもなんだろう、なってしまった後の話です。先ほども言ったようにランニングとか歩いてる時に股関節がですね、体重が股関節にしっかり乗ってないから膝に負担がかかって痛みが出てるわけなので、しっかりこの股関節がですねこういう状態じゃなくこう乗ってくるようにですね、日頃トレーニングだったりとかっていうのをやっていただきたいなと思いますので、そういう感じで再発予防に努めていただければと思います、はい。そしたらですね今日はこれで終わるんですけども、まあ、こんな感じで今アンケートをお答えさせていただいてますので、ぜひですねあなたのお悩みっていうのを解決できればと思ってますので、興味がある方は下の方にですねアンケートお答えしていただくところありますので、クリックしていただいて答えてみてください。またこういった内容を聞きたい方はですねチャンネル登録していただいてまた見てください。はい、そしたら今日はこれで終わります、本日もですね動画をご覧いただき本当にありがとうございました。